はい、こんにちは、それでいいです。いきましょう、スクス2というわけで、スクールガールストライカーズ2の実況していきたいと思います。ログインボーナス172日目。お、皆さん、はいっす、あざっす、いただきます、助かります。さあ、ストライカードポーカー、ど今日は僕だ。そういう中で何も来ない。これからや、これから。起きてる？私もね、一回ね、仮眠取ったから、今日はね、結構元気ですね。特訓イベントはぼちぼちです。ぼちぼち中です。ぼちぼち中？まあ、基本的に確実に勝てるところを狙っていくスタイルですね、基本的にはね。基本的には。あぶね。ということで、今日はね、まあ、近況報告的なのと、まあ、釣りを終わりにしたい気持ちもあるんですけど、結構、カジキマグロさんで出てくれないからね。で、今、結局そういえば、あとはファニチャー、ファニチャータワーはね、やっぱあれでしたね。別館ファニチャータワー、ファニちゃんファニちゃんタワーって可愛いな。ファニチャータワーは特に称号とかゲットできなかったっぽいのかな。それとも一回クリアしたのかな。あ、レベル上がりそうだな。ちょっと待って、レベル上がるな。一回裏で、やろうかな。レベル上がりそうですね。というわけで、それは裏でやるとして、レベル持ってんのかな、ファニチャータワー。称号、何かな。ファニチャータワーは本当に単純にあれかな、稼げるだけ、あの家具ポイントというか、あれが、オブラを取って、そうです、ないっすよね。ファニチャータワーやらなくてもよかったかもね。まあまあまあ、それはそれっていうことで、はい、じゃあ釣りしますか。釣りますか。夢のランドで遊ぶです。行くぞ。あと本当カジキのキングで終わりなんで、これは極めていきたい。そしたら他のもね、極めていくからね、こっから。で、ここで合ってんのかな。なんかね、ここのグッドでとりあえず前回出たけど、それなんかもう、ビューティフォー出してもサメしか出ない。うまっ。あー、チャンスチャンス。サメしか出ないんですよね、ここね。なんか逆にここじゃない方がいいんじゃないかっていう気もするんだけど、で、目標物がないから、ブルーラインだけ狙い続ける。おーっと、マグロのキング。マグロを取ってくださいの。これはいいですね。最近サイズ更新したんで、キングサイズの更新。はい。これ結構でかいですね。あー、強すぎ。いや、もしくはあの左か。左側でやってみたら、一体どうだろう。なんかね、ここじゃないとも出るんじゃないかなっていうかね、結局この間散々やって一回じゃ出なかったから、逆にさ、ここの手前。ここの手前にブルーラインがあるじゃないですか、ちょうど。いや、ここの手前。あ、これ強くない？強い。もっと弱くていい。で、ブルーラインに絶対マグロとカジキマグロ出ると私は踏んでるので、なんかあそこだと寂しく出ないんですよね。あそこのビューティフォーを目指しちゃってた。で、グッドでも結局出るから、関係ないですよね。多分あの位置で。うわ、なんか強くない？なんかまだダメですね。感覚が良くない。でもまあ、どうなんでしょうね。結局こっちがダメだったら、やっぱ左、一番右に帰りますか。これどう？これどう？あ、強い！え、嘘！そんな強く振ってないよ。マジで。ちょいしかやってない、ちょいしか。嘘。おかしいな。え？嘘でしょ？本当にちょっとしかやってないのに。え、なんか、やばくない？感覚やばい。え、ちょっと待って。本当に今、軽くしかフリックしてないんですよ。嘘でしょ？なんか位置あんのかな？もしかして、今更だけど。その発信する位置？指の。おー！すばらですね、今日は。いいですね。まだ、こういう意味でまだね、やることあるんだよね。そのカジキ以外にも、カジキ狙い以外にもやれることがあるのに。お、あー、ビューティフォー出しちゃったね。まあまあまあ。いいことなんだけど、ちょっと違うんだよ。求めてるのはそうじゃないんだよね。やったで。スーポ。
その手前に落としたいんだよね。手前に落として、あのブルーラインにちょうどかかるように。弱すぎるやろ、今度は。もうダメだ、難しい。ほんまむずいな。いや、でもやっぱメリガーでやった方がいいかな。サメの間をすり抜けてカズキマグロするっていうプレイング。その方がいいのかな。なんかここだとね、狙い定まんないな。難しいな、やっぱり。何も目標物、一応あるんだけど、あれを目指してるとなんかね、なんかもうあれの手前に落とす感覚でいいとは思うんですけど、隣、うまい。これ。これブルーラインね。さあ、どうなる。これでカジキがこうやって出るのを確認できるとありがたい。マグロ、ご来てください。だよね。やっぱマグロのね、なんか結構、カジキマグロってすごい低格な気がするんだよな。ちょっと待って、もうなんか、やめましょう。一回右行きましょう。これはダメです。このままやっててもいいことない。まあ、すでに2個いいことありましたけどね。記録は更新している。キングサイズの。あ、こっちも来てた。ここでもう運よく本当にカジキマグロ釣れて、それがキングであってほしい。あ、なんか弱。っていう流れかな。それしかなさそうですね。どっちかというとね、本当はあの、ビューティフォーじゃなくて、ビューティフォーってね、微妙にあの、ブルーラインに乗ってはいるんだけど、ちょっとあれですね、上側なんで、ね。あー、なんでやねん。ひどい、これ。これ嫌ですね、ほんと。フリックしてるつもりないのに。ただ横にスライドしてるだけなのに、フリック扱いになっちゃってる感じ。そんな良くないですよね、これね。これにならないようにしたいんですけど、次の。え、なんで？今度、今日急に弱くなったよ。もう、わけがわからないよ。やっぱ位置加減なんかな。なんか、スマホの調子悪い今ね。実際このスマホね。あ、すごい。なんか今変な感じだったね。ちょっと今、画面にゴミついてたから触ったら、あ、なんか上がりました。まあ演出飛ばせるってことかな。そっか。演出飛ばせるって言ったっけ。まあでも、映像変わってない。そんなに変わらんわな。もともとそんな長い演出じゃないか。あー、またやった。嫌な予感して今。ただ話しただけだよ。話しただけだよ。フリックなんかしてないんだけどな。なんか、なんか敏感な場所とさ、鈍感な場所があるんですよね、このスマホ。一回またあれだな、ちょっとあの、この保護シート剥がして、シートというか、この保護カバー剥がして、ちょっと綺麗にした方が良さそうですね。これいいかもしれない。ちょっとブルーライン乗ってるもんね。やっぱここの方がブルーライン狙いやすいけど。さあどうぞ。いらっしゃいませ。おめでとうです。ああ、やっぱもうこ、逆にですか？ビューティフォーじゃなくてもサメ出るんだっけ？そういえば。出るんだよね。いや、もうサメとの戦いですよ、これ。本当に。サメをいかに釣らないように。サメを回避していかにカジキマグロをするかっていう。まあ逆にだよね。結構あの薄いとこ引くって私結構得意なんでね。割とね、確率の薄い方を引くのは得意なんですよね。ただ問題はそこに寄せなきゃいけないから、まずその位置に行かなきゃいけないんだよね。チャンスゾーンに入れるぐらいな感じだよね。スロットとかで言うとね。これ強いかな？どう？まあ、いや、強いのか。これは強いんだよね。やっぱ中間。中間が欲しいですよ、中間が。響き。どない？あー、さっきと同じやん。同じ力加減だったかな。難しいですね。パパラパコー。いやー、いつ最終回迎えられるんだろう。これが終わるまでね、ここまで来ちゃったらやりたいから、なんか釣り動画ばっかりになりそうだね。釣り動画。サムネがめちゃめちゃ、サムネ全然なんかすげえ、あれかな。エッチいサムネにして、で、釣り動画っていうタイトル。また、あ、しょうもないこと言ってっから。本当にそうしようかな、今度。もう一回だけ釣り動画っていうタイトル作ろうかな。で、なんか、さとかちゃんのちょっとエッチなところだけ撮って、さとかちゃんじゃなくてもいいかな、それ。なんか、また誰かにして、ツアー以外。ね。いやー、むずい。いやー、なんでこの位置多すぎないよ、今いい反応したね。でもダメなんだよね。そう、ブルーラインに差し掛からないとそもそも希望がないから、また一回もチャレンジできないのね。一回したか、一回だけ。まあ、冷めてた時ね。オッケー。しっかり。
さあ、おめでとう。マグロなんだよね。期待ください。マグロが出るのはね、デフォなんだよね。それマグロかサメかカジキか、まあ3種類しか出ないんだった。お、うまい。3種類の中でカジキ。やったで。いやー、サメ出ちゃうんだよね。サメが一番出やすくない、ここ。あ、なんでなんでなんで、これになる理由がわからないんだよな。なんだろう。フリックは結構振ってるんだよ。なんかダフった感じ。それゴルフって感じなんだけど、釣りでダフるっていう感じはないかな。私はあんま釣り詳しくないですけどね。昔はね、結構なんやろ、山とか親子で出かけて水マス釣りとか連れてってもらってね。水マスとかね、いいですよね。でもやっぱその場で釣って、その場で塩焼きでいただくっていうのはね、本当にめちゃめちゃ美味しくて、たまに行きたいですけどね、そういう釣りとかもね。まあ実際行こうとなら行けるんだよね。上流はなかなか行けないけど、まあ、下流でもね、魚釣れるからね。新鮮な魚は美味しかったりするけど、やっぱ上流の方がいいっすよね。下流の魚とか、結構やっぱり、綺麗な川の方が、お魚もあんま、いいよね。海とかもそうだけど。あにゃー、またやっちゃった。厳しいですね、これはね。いや、心折れそう。マジで心折れそうだな、なんか。これはね、ヘビーですね。難易度が高い。てか、未だにこれわかんないんですよ、このフリックの力加減。私結構把握するの早い方だと思うんだけどね。あ、待って。待って。ごめん、今なんか触っちゃった。もうね、ダメかもしれない。あ、待って、この後そっか。ちょっと待って。やれんだな。他にもちょっと動画撮ろうと思ってんだけど、こんな調子で本当にやれんのかな。最近ね、やっぱね、寒くなったせいかね、ちょっと体調悪いんですよね。なんでね、ちょっとね、いろいろと、もう一回整備していきたい。そしてあと雨が降ってて、ウォーキングも行けてないから、健康面が良くないんでね、やっぱり。やっぱウォーキングってね、大事ですよ。てか何してんだ、これ。もう、全然位置ちゃうやん。待って、ほんと今日ダメかも、調子悪い。感覚が悪いな。全然なんかやれる気がしないんだけど。こんなもん？あ、グッと来た。これ。ちょっとずれてるけど、逆にこの位置の方がいいかもしれないからね。しっかり釣っていこう。あ、ない。はい。やっぱサメだ。サメしか出ない、ここ。ここじゃないんじゃないかなーってちょっと最近思ってる。最近というか、まあ最近だね。ここじゃない感がすごくないですか？もうサメしか出ないもん、ここ。決めてもサメしか出ないんだったら違うところがいいんじゃない？これなんかさ、実はもっといいやり方ないかな。いやでもこれで何も目標物ないところでブルーライン狙ってめっちゃ難くない？これ。これなんか試しにやってんだけど、あ、でもそういうもの、論外。論外すぎて、てか今の、なんでこれダフるのかな？ちょっとわからない。やったです。いやー、カジキマグロ、マージ難易度高いですね、これ。ほんとラスボス認定で、この間言いましたけど、動画で。ラスボスですわ、ほんとラスボス。いやー、他は順調に来てたんだけど、ここに来て、まあ、マンボウとサメ結構手こずったけどね。いや、これはね、やばいっすね。よくみんなコンプしたな。すごくないですか、みんな。コンプしてる人尊敬しますね、ほんとに。多分フリックの極めてんだろうな、うまい人。私ね、フリック極めらんないんですよ。まあ逆に極めずによくここまで来たっていうのがあるんだけど、未だに感覚わかんないからね、これね。今日ダメだ。ひどいな、これ。やめますか。釣りビューティフォーだったらやめましょう。ちょっとね、調子が悪い。マジで。終わった。オッケー。危な。ここで行っちゃおう。行っちゃって。おめでとうです。やめよう。もう。マジで、ちょっと待って。これ、ほんと合ってんだから、この位置で、カジキマグロ。ね。というわけで、頑張っていきます。お疲れ様でした。バイバイです。